こんにちは、アキラです。ということで、今回なんですけども、知らないと勝てない、建築バトルで勝てるようになるコツ3選を紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回の動画は、以前からリクエストをいただいてました、建築バトルで勝てるコツをね、皆さんに紹介していこうと思うんですけど、今回は僕自身が、建築バトルの時に、敵に勝つために意識している3つのことをね、紹介していきたいと思います。これらの3つのコツを意識していただければ、建築バトルの勝率がめちゃくちゃ上がる、そういった内容になってますんで、建築バトル強くなりたい人は、絶対に最後まで見ていってください。そして今回の動画が面白かったためになったという方は、年内2万人目指してますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、通知音お願いします。それでは早速、本編入っていきたいと思います。クリエイターサポート、AKIRA285。よろしくお願いします。はい、ということで早速解説に入っていこうと思うんですけど、一応今回の動画の内容は建築バトルで勝てるようになるコツ3選という内容になってますので、僕が普段建築バトルの時に意識しているコツを一つずつ丁寧に紹介していこうと思います。この動画を最後まで見ていただければ、建築バトルが確実に強くなってますので、絶対に最後まで見ていってください。そして今回はね、本題に入っていく前にみんなに一つ質問があるので、それをねちょっと話していこうかなと思います。で、今回話していく質問なんですけど、今チャプター3のシーズン4っていうシーズンになるんですけど、今シーズンで一番自分が萎えるって思う要素をね、何なのかちょっとコメントで教えてほしいなと思います。まあ僕自身はね、もう圧倒的にこれされたら萎えるってやつが一つあるんですけど、まあそれの正体っていうのはスナイパーのワンパンですね。もうあれね、自分がする分にはめちゃくちゃ気持ちいいんやけど、あのされた時のね、え、めっちゃラグいいんやけど、この人な、やばいやん。そうで、何の話だったっけ？あ、そう、スナイパー。今シーズンね、スナイパーのワンパンがちょっと追加されちゃってるわけなんですけど、もうあれが非常にね、僕の、なえなえポイントを最大限まで上げるというか、本当に自分がね、スナイパーで抜く分は本当死ぬほど気持ちいいんだけど、抜かれた時の、なえ度があそこまで高いのってないと思うんだよ。なのでまあ僕自身はね、今シーズン結構スナイパーで、萎えることが多いんですけど、皆さんはね、どういったことで萎えるのかなっていうのをちょっとふと気になりましたので、よかったらコメント欄でね、教えていただけたらと思います。まあ、とりあえず、衝動の方やっていきたいと思います。いるな。OK。さあ、上から行くか。ちゃんと回復して。OK。はい。ということで実際に今からはね、建築バトルで勝てるようになるコツを紹介していこうと思うんですけど、早速一つ目のコツから紹介させていただきますと、一つ目のコツは、敵から目を離さないようにするというお話になってます。はい。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、例えばね、建築バトル。まあ、こういった感じの、敵がこういう風に上を取ってて、まあ、自分が下の状況とかね、あったりすると思うんですけど、こういった時に、ちゃんと敵の方向を常に意識しておく。敵が上にいるんであれば、こっちをね、こういう風に意識しながら、こういう風に登っていくとかね。その敵の方に、常にこの画面の中に敵を入れておくっていうイメージかな。こういった感じで、対面をしていくっていうのがすごく大事になってきます。あ、よかやねやな、それ。で、まあ一応これの理由なんですけど、結局このゲームって敵にショットガンを当てて、ダメージを与えないと、勝てないゲームになってますので、この画面の中に敵を捉えてなければダメージって与えることができないんですよね。で、あとは敵を見失ってしまうと、その後敵に
ハイドされて敵の位置を見失ったまま適当に上に登っちゃって、上に登っている途中に被弾してしまうっていうリスクも出てきますので、敵から目を離さないっていうことはすごくね、対面勝率に関わってくる部分になってます。なので建築バトル中っていうのは常に敵の方向をね、意識して敵を画面の中にね、常に捉えるようにしていただけたらと思います。で、もし敵のことをね、見失う時とかがあれば、一度ボックスに囲うとかね、そういったことをしてあげれば自分が被弾するリスクっていうのは避けることができますので、敵を見失ったらとりあえずボックスを囲うっていう感じでもいいのかなとは思います。え、ダブそれめっちゃ飛んでいくな。うわ、危なすぎる。危ねえ。じゃあ次、二つ目のコツをね、話していこうと思うんですけど、二つ目のコツは、屋根をかける意識を持つというお話になってます。はい。まあこれね、僕めちゃくちゃ建築バトルの時に意識してることになるんですけど、常に敵に対して屋根をかけることをマジでね、めちゃくちゃ考えてます。さっきの対面とかでもね、一回敵に屋根をかけて、敵の動きを妨害したと思うんですけど、敵がいたら屋根をこういう風にね、置く意識っていうのは、敵が上に行くことを妨害することもできますし、そのままピースコントロールにね、つなげることもできたりします。なのでね、もう本当に対面中っていうのは、常にね、屋根をかける意識っていうのを持っていただくことが、かなり建築バトルの勝率を上げると思ってますので、屋根かけをね、普段意識してないという方は、対面中、敵に屋根をかけれる隙があったら屋根をかけるってことを意識していただけたらと思います。なんか強い敵さんとかと対面してる時を思い出してほしいんですけど、なんかいつの間にか屋根かけられてるっていうことありませんか？ありますよね。そういった感じに、建築バトルが強い人っていうのは、常に屋根をかけることを考えてます。こういう風に自分が登りながらでも、あ、今屋根かけれるって思ったら、こういう風に屋根をね、置くっていう意識を持っていただけたらと思います。はい、ということで次3つ目のね、コツを紹介していこうと思うんですけど、3つ目は、敵の動きの先を読むというお話になってます。なんかよくね、建築バトルとかやってる時に、あれ？この人の動きなんか2倍になってね、みたいなことを経験したことってありませんか？ありますよね。なんか猛者の人って動きがめちゃくちゃ速く感じてしまうと思うんですけど、あの人たちってなんであんなに動きが速いのかっていうと、敵の動きを予想してさらにね、次の一手を先に動いてるからあんな風に動きが速く感じるんですよね。で、敵を読んでね、先読みするとどういうことができるのかっていうと、例えばこう張り替えて屋根を入れた時に、敵は結構横に行きやすいからこっちの横の壁を取ってこうやって囲んで倒すとかね、こういったことができるようになります。建築バトルをするときっていうのは常にね、敵の動きを読むようにしてみてください。でも最初のうち予想するって言われてもね、難しいと思うので、とりあえず最初はね、なんか敵よりも、行動を一つ多くしようみたいな感じのことをやってみるといいかなとは思います。例えばね、こういう風に張り替えた後に、張り替えてそこの壁を取ってこういう風に、ショットガン撃つみたいな感じの単純な動きをするんじゃなくて、こう張り替えたら横の壁を取って、さらに上に行って、こういう風にこっち行って、こうみたいな。なんか敵よりも、いくつか行動を多く、しようみたいな意識を持っていただけると、かなりいいんじゃないかなとは思います。最初はそんな感じでいいので、とりあえず人よりもね、行動っていうのを多くするってことをね、やっていただけたらと思います。よし、ということでね、一応、残り3人という形になりましたので、最後は頑張ってビクロイを取っていきたいと思います。
あぶねー。はい、ということで一応今回は、建築バトルで勝てるようになるコツ3選を紹介させていただきました。今回の動画が面白かったためになったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知音お願いします。それではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。